皆さんこんにちは、ワダリグルビジです。では今回は提督の決断じゃないですね、ハーツオブアイアン4日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。カイザーライヒは第一次世界大戦でドイツ軍が勝利したという、仮想の世界戦、仮想のシナリオに基づいた内容になっています。すでに日本軍は中国との全面戦争に入っています。中国は今ご覧いただいている通りですね、独立政府みたいなものが乱立している状態だったんですけども、今やその独立政府たちがこぞって日本と敵対するという、まさに日本対中国の構造になっています。で、一方日本軍側なんですが、陣営には入っていないものの法典政府、これが実質味方と同じような動きをしてくれています。陣営にはフィリピン入ってるんですが、フィリピンがですね、参戦しているものの軍を送ってこないというジレンマに今陥っているので、このあたりうまく改善していけたらいいかなというふうに思っています。それとですね、陸軍の装備の生産が少し滞ってきているので、海軍に関しては生産力を落として資源を陸軍の装備生産に回したいという調整を行っています。そのため海軍の工場が少し余っているという状態ですね。それでもですね、決して海軍の増強を行わないわけではなくて、飛竜と蒼竜、この2隻が完成してますので、この2隻をですね、まずは山本長官が率いる第一艦隊に配備して、これを戦線の最前線に投入して、制空権のね、確保にうまく機能してもらえたらいいかなというふうに思っています。では時間を進めまーす。アルゼンチン自由地区建国宣言、さらに第二次メルボルン放棄、だいぶ国際緊張度も高まってきている状況が見て取れますよね。これは第二次世界大戦という、その始まりがいつ起きてもおかしくない状況になっていると思います。続いてキューバが帝国協定、これつまりドイツ側の陣営ですね、これに加盟したという、これもかなり大きなニュースだと思います。では機動部隊ですね、これ前線に派遣しましたので、この機動部隊艦載機を使ってですね、制空権の確保を行っていきたいと思っています。装備品が不足してきているので、レンドリースを要請できるところにはレンドリースを要請していきます。もうしっちゃかめっちゃかになったとしてもいいので、とにかくいろんなところに今のうちにレンドリースしてもらえる分だけしてもらおうという、そういう作戦ですね。北軍の先生はもう法典政府に任せます。で、日本軍は南下作戦、こっちの方にね、全部隊集中させていきたいと思います。南部の戦線ですね、これ劇的に変えるための作戦を一つ考えました。再び海兵隊を使って海南島を制圧しようという作戦ですね。これがうまくいけば南部、海南島からも部隊を進撃させることができるようになりますので、これ一度計画してみたいと思います。海兵隊を海南島に上陸させる、そういう作戦ですね。では海兵隊による海南島への強襲上陸、この作戦が今始まっています。これうまくはまったらすぐにですね、後続の軍を送り込んで一気に広州まで、今度はね、南から攻め上る、北に攻め上る、そういう動きもしていけたらいいのかなというふうに思っています。ここはじっくり見極めていきたい、そういう局面ですね。上陸できましたね。ここです。このまままずはこの港も取りましょう。取れました。そしたらこのまま海兵隊は海南島の制圧進めます。急いで制圧しちゃいましょうね。で、その後第1軍を送り込みます。これが主力になりますからね。さらに山本長官の第一艦隊、これを海南島に入れます。で、海南島に入った山本長官の
まあ、空母機動部隊、空母の艦載機、これを使って海南島近辺の制空権、これを確実に取っていきましょう。山下さんの、まあ、主力となる第1軍が到着できるかというところですが、どうでしょう。では海南島から上陸した部隊を北に向けて進軍させる作戦、今始まっていますので、これ少し推移見守りたいと思います。はい、まあ、本当に大きな出来事が起きましたね。フランス、ドイツと海戦ということなので、一気にですね、画面の右上こちら、国際緊張度が90に跳ね上がって、まあ、もう世界大戦が始まったという状況になったのかなと思います。そうですね、第二次世界大戦勃発ということになりました。まあ、我々は引き続きアジアでの覇権争い、これにね邁進するところにはなると思うんですけども、まあ、しっかりやっていきましょう。予定していた広州まで部隊進軍させることできましたね。この海南島からの上陸作戦は、まあ、今のところうまくいっているところなので、そのまま海兵隊は南寧まで進出してもらいます。広州軍閥の首都南寧ですね。まあ、脱落する国、独立政府、これをやっぱり少しずつ一個一個増やしていきたいので、首都を強襲するっていうのがね有効なのかなと思っています。さらに騎兵隊、これも今海南島に到着していますので、これ敵の後方撹乱、このために投入をしていきます。第二次世界大戦が勃発という中ではありますけども、これにロシアが参戦したというニュースです。騎兵隊うまく機能してますね。これでここにいる敵軍を一気に包囲殲滅するチャンス到来ということになりそうです。海兵隊も南寧に向けて無事に進撃中ですね。イタリア、社外主義共和国、これが第3インターナショナル、これイギリス側になりますけども、こっちに加盟ということで、今イタリアは、ご覧いただこうと思いますけど、まあ、内戦状態にはなってますからね。まあ、さらに分裂が、まあ、際立った形になるのかなというふうには思います。イタリア社外主義共和国はこちらです。まあ、ドイツとフランスの間先端開かれてますけど、これにイタリア社外主義共和国がフランス側として参戦したと、まあ、そういう状況ですよね。はい、広州、これを降伏させることができました。大きいですね。また一つ脱落させたというところになります。次の標的ですけども、まあ、新政府やっぱりね叩いておきたいところをあるんですけども、まあ、順番的にはやっぱり湖南軍閥あるいは雲南軍閥、このあたりが先になると思います。作戦は継続しましょう。で続いてカムチャッカですけども、トランスアムールシベリアで拡大ということなんですけども、まあ特に静観でいいかな。このまま従属国になっているトランスアムールに関しては、領土をね広げてもらいましょう。こんな感じですね。あ、確かにだいぶ広がってますね。まあ、ただ資源があるかというとどうなんでしょう。このシベリアには資源も全くないので、まああんまり気にする必要はないのかなというところはありますね。北部の新政府との戦い、ここから帝国軍撤退したんですけども、状況だいぶ悪化してますね。王天政府がかなり苦戦している状況があります。ただここに軍を送る余裕が今ないので、もう王天政府が支えてもらえることを祈るしかないですよね。ご覧のようにだいぶ状況を改善してきています。ここに来てですね、まあドイツ、ここに対しては関係の改善を申し入れておきます。タイ、ここにも、そしてビルマにも会計改善、これ行っておきましょうね。はい、選挙出てますね。これによって人材が変わってきますので、一個ずつ確認しておきます。まず立憲政友会、ここは吉田茂さんなんかが登場、あと鳩山一郎も出てきますね。立憲民政党、ここは宇垣さんなんかが出てきます。そして昭和会、
ここは有田八郎さんなんかが入ってますね。そして最後、社会大衆党。ここは片山さんなんかが入っているというとこですが、ここは立憲民政党にして、宇垣さんなんか出しておきたいと思います。4年に一度の選挙です。はい。雲南軍閥降伏させています。また一つ脱落させたというところですね。脱落させるのを一つずつ増やしていきましょう。はい、陸軍の方うまく進んでいますので、ここで戦闘機の次世代もの、これを開発着手していきましょう。いわゆる次世代戦闘機というものですね。これにもそろそろね、着手が必要な頃合いというところになっています。はい、続いて湖南軍閥降伏させています。これでどうだろう、約半分ぐらいは脱落させてきているんじゃないかなというところですね。もう残っている、まだ白旗を上げていないところ、馬群罰、あとは四川、秦、まあそれくらいになってきましたね。ただ秦が結構頑張ってまして、まあそれに、反して、奉天政府が少し劣勢になっていて、北京の近くまで新政府軍がまた迫ってきている状態なので、しばらくはこの北京の防衛線を指揮しなければいけなそうな状況になっています。というところで、今回だいぶね、戦争の部分、軍を動かす部分ばっかりになってしまいましたが、切りよく、湖南軍閥も無事に降伏させることできましたので、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。